ビジネスにはメッセージがあり、メッセージには受け取り側のユーザーが必要です。あ、帰ってきたかも。あ、帰ってきましたね。まあ声は大丈夫でした。はい、届きました。はい、大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、ちょっと自分がギフトになって。出ました。マップはまあいつも通りでいいと思います。行きましょう。途中からできるんですか？じゃあ、一番新しいところとか。ああ、しまった。ログインができなくなってしまった。多分、ただのパスワードの忘れだと思います。はい。はい。あ。はい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 。補給が来る。抜けるだけ補給しておけ。はい。はい。一番簡単なのに。はい。鼓膜迷彩を作動。はい。なんだと。はい。はい。人質。人質っていうのがなんかいきなり難しそうな。あー、やばい。あ、武器。あ、大丈夫かな、きっと。
しまった。なんかいろいろと溢れている。あ、そうだ、そうだ、これだ。危ない危ない。あ、やばい、盾がいる。撃たれた。なんということだ。早すぎる。なんということだ。しかも確約してないのがまたバレてしまった。じゃあ、ストーリーしますか。ストーリーの方がなんか、まだいけそうな気が。今日、なんだかいけそうな気がするー。私、なんだっけ、その後。あ、そう、あると思います。あると思います。ストーリーなら、なんだかいける気がします。難易度は、じゃあ一番難しく。いやー、無理ですね、多分。じゃあ、ノーマルぐらいで。ですね。はい。どうなんですかね、やったことがないので、わかりません、自分は。いやでも、一人に一人ぐらいはついていてくれたら、心強いというか。ニカラグア。もしかしたらゲーム音ん？あ、聞こえてるかな？もしかしたら聞こえてないかもしれません。これは、いやもう、放送画面と合ってないですよとか、きっと。さあ、誰かいるのか。誰だ、お前ら。誰だ、え？誰だ？おお、
あー、サーモグラフィー。見にくいな。あ、乗った。これだ。おい、ウユちゃんごめんだ。今日家に帰ったら結婚指輪を渡すんだ。見えますか？ああ、よく見える。比較は必要だが大丈夫そうだ。ええ。今日は息子の誕生日だからな。楽しみだな。なんだこれ。そして彼は亡くなってしまった。熱い。いやもう自分もこれが主人公かと。オフ。音声オフ。オフ。オノ。なんか英語を始めたばっかりの子供みたいな。明らかに僕の声が聞こえたらダメだ。納得。嘆きを受けたことはなかった。じっくり時間をかけて話し合い、そして必要なら祈れ。さあ行きましょう。とにかく彼らの無念を晴らさなければ。詳細は MRT だ。はい。ああ、なるほど。自分の仕事してないっていうのがバレてしまう。あ、ハイテク機器だ。iPad か。ビデオ。あの爆弾は南の国境に使っていた。それを止めるために高い代償を払った。だがその代償は皆覚悟の上だ。死んだラミレスも、アレンも、マンギャンも、ヘインズもそうだ。次は我々だ。彼らの死は無駄ではなかった。二度と同じことを繰り返してはならん。あの爆弾には多くの人間が関わっていた。その人はわーなら。パイズが接触したがっている。パイズは中堅の麻薬業者で、武器のミス輸入では新顔だ。確かに。逃げ出したいという感じだ。オリビア。爆弾の目的を知らなかったんだろうと抜かしてるが、知ったことか。オリビアはいい手がかりだ。手繰ってやろう。どうしようかな、武器。センサーが敵を見つけて情報を HUD に送る。敵が隠れていると思う場所に投げればいい。それで相手の位置を送る。あ、スナイパーライフル。壁の向こうだろうが車の中だろうが関係ない。ベクター。結構しんどいと思いますよ。字幕早いと思いますよ、多分。計画通りなら途中で追いつけなくて。あまりないはず。ということは余分に弾薬を持っていけ。失敗したら汎用性があり、射撃管制がしっかりしているものがいる。おすすめはゴブリン。ゴブリン。あった、ゴブリン。な、なに？グッバイ。
ゴブリン。重厚再連鎖。よし、今のを聞いて自分も解放して、よしよしよし、完璧だ。生きるために人の知能も借りる、知識を。ペッパー30K、パーティー系、パーティーワンみたいな。うん、どうなんでしょうかね。パー、いや、意外に売れても売れてしまうかもしれない。もしかして、あ、僕はあのホッピングシャワーが。お、緑色に光った。うんうん。フルボイスゲーム。声優お茶わさび。今日は、あ、Hola. No. Espera. No me importa. Cállate ya. Ya te lo dije. Paez no está aquí. Bueno, no está ahora.あ、これを翻訳すると、私は日本語喋れません。はい、クリア。かわいそう。オーバーロード、集合して。オーバーロード、どこにもない。了解。状況はひどい。家は荒らされ、パイズは逃げたようだ。あ、今思ったんですけど、ゲームの音流れてないからあれなんじゃないですか。結局ナレーションとかも聞こえないんじゃないですか、視聴者には。おう。直接話してくれ。おい、聞こえるか。ミスターパイズ、我々は集合地点でそちらを出迎え。情報が漏れて尾行がついてる。だから移動中だ。迎えに来てくれ。一番早く。あ、行くぞ。市民よ。あ、玉だが、やった。玉があったけど、あの人撃っていいのかな。まだ撃つな。他にもいるかどうか確認したい。センサーを使おう。状況がわかる。まだいるのか。ああ、いっぱいいる。じゃあ自分はもうこれを行きます。パンチされたもの、お茶わさ。ここはもうパンチされるんじゃないよ。あ、やったー。おお、玉だ。うんうん、難しい。よし、これがパイズの画像だ。お、センサー投げてみよう。センサー配置。おい、投げてしまった、お互いが。
この人撃っていいですか。え行きます。撃ちたい、あの人。死ぬんか、死んでしまう。なに、いやー同じく、なんでだろう。なんだろう、ほとんど持ってる PS3 のゲームが銃を撃つゲームばっかりで。おお、平和的な、なんか。やった。休止する。はい。落ちたい。すいません。ああ、読めなくなってしまう。あった。弾薬は大事です。センサー配置。今日されるんだ。うん、たった4人だけで、なんだろう、すごい。ああ。センサー配置する。敵だ。突破準備。左手にお客さんだぞ。一人、アサルトライフだ。何？はい、敵を仕留めたぞ。お、オーバーロード、ハンターです。荷物の状態は？移動中だ。サーバルに多くの反応がある。あたり一帯が騒がしいぞ。捜索隊は？一般人に紛れている。警戒しつつターゲットを監視しよう。了解。オーバーロード。行くぞ。ちゃんとしろ、行くぞ。え、気づかれた？敵が動いてる。敵12乗。あ、なんだ、びっくりした。やったぞ。ラグレネと思ったけど、やっぱりセンサーを投げるのが大事。撃たれた。私は許さない。あなたたちを。
弁者だー、やばい。あ、なんでしゃがんだんだ俺は。危ない。びっくりした、民間人が敵かと思った。なあ、殺してしまいそうだ。大丈夫ですか？危ない。よし、勘という声がいいな。倒してやろう、お前らなんか。ハンドガンは軽いんだぞ。肝心まるな、いた。おーノー、勝手に移動してるキャラクターが。フェンファハイティー、おー、よし。だ、きっと RPG に押され RPG。 かっこいいな、なんか。こちらパイス、聞こえるか？聞こえてます。続けて。隠れ家にいる。あとどれくらいだ？ 2、3分ですよ。安全ですか？いや、奴らはすぐ外だ。落ち着いて撃てるように。気づかれたくない。武器が。サプレッサーを使え。死んだけよかった。あんたの仲間は駆け抜けたんだぞ。必ず連れ出します。言われた通りにしてください。急いでくれ。ノー。おのう、イエーイ、ハッピーやったー、嬉しい。警備が手薄じゃないのか、君たち。よし、センサーを配置してる。あんなに人がいるのか、やばい。あんなに人がいたらどうしようもない。どうやって敵を倒せばいいんだ、あんなに。あれ、なんで透明にならないんだ、おかしいな。そこはもう僕前進できます。あ、こっちなんか行けそうじゃないですか。この中、建物の中。よし、あれ、じゃあこの味方は何をしてたんで、一体。場所を確認。居場所はここだ。人数は4人プラス VIP だ。準備はいいか、素早くやろう。ターゲットを確認しよう。この中にフェンファーとか投げ込まなくて大丈夫ですかね。よし、ファイブをボコボコにボコボコにせよ。
あなた。死ね、このクソタレが。こちら変だ。荷物を。早い。ツイスティングは負傷した。彼女をまた危険にさらすわけにはいかない。自分で歩ける。代わりの着陸地点は危ない。臨機応変に行こう。自分で歩ける。丘を降りて戻ります。動き続けろ。行くぞ。自分で出られる。いざ。止まれ。武器をよこせ、戦えるぞ。また撃たれては困ります。おー、小森ダイヤモンドフォーダイヤモンドフォーメーションだ。あれあ、やばい、いきなり飛んできた。やばい、これは民間人を殺しかねない。本当にこの横になった、この打ち方は。うわ、勝手に動いてしまうキャラクターが自由に動けない。よっ、R、やばいやばい、死んでしまう。こんなんじゃ給料5倍にしてください。命がけなんです、こっちは。民間人さん来ないで。あ、いたい、来るな来るな。ダッシュはビップだぞ。あ、民間人。おお、射撃フェードがすごいことに。ん、これ2人の合計かな。同じですね。なんか2人でこれだと5発に1発しか当たってないと。一体誰がこんなことを。これは一体と、ん、なんだこれ、帰れるんでしょうか。受けてみますか。はい、パート2まで。結構厳しいですよね。そいつはでかいじゃないか。あれは 6.7 リッター8気筒だから。読めますよ、僕は。僕の方で。そっちの方がいいんだ。あれは F7 リッター。これでいい。
6.7 もいらないよ。さっき 6.7 もいらないよ。さあ行こう。はいはい。だけどそっちの方がいい。はいはい。大至急支度をしろ。どれぐらいかかります？そう。だいたい30秒だ。この人がオーバーロードですか？お。今許可が降りたところだ。一緒にやってみよう。iPad 使ってみろ。わあ、ペッパー、ホットペッパー、やったー、コバッ。使い始めたわけね。悪くない。見てくれます。今日はお茶わさびさんが主人公です。このゲームの。難民キャンプに大物戦争屋が隠れてる。南アフリカの友人たちと同じ業者を使ってるようだ。情報は MRT を見ろ。ビデオ。確保した男パイズは100近い名前を吐いた。そのほとんどよく覚えてますね、100人も。探ると興味深いつながりが見えた。次はアフリカだ。パイズの荷物は一部に過ぎなかった。他の一部はザンビアのデデマカバに当てていた。マカバは戦争屋で戦争犯罪人だ。うん、誰かに似てるような。ザンビアへ逃げ、難民キャンプの真ん中に店を。誰だろう。思い出せない。マカバの先に黒幕がいる。優先すべきは物資の出所だ。図らずも今回の作戦行動は白昼になる。キャンプにいる内通者が案内する。マカバを見つけ、奴の物資とその出所を探せ。にせよせよ、でで で大王ですか。ああなるほど、大王の息子か。高速移動中のカモフラージュ機能を処理する力はまだないが、停止状態やゆっくり移動している時ならこいつが透明人間になる次に役に立つ。あ、なかったからできなかったのか。あ、なるほど。止まったらキュイーンってなって。マグネティックビューアーは金属を捉えて見せてくれる。地雷や隠れている敵ビューアー貯蔵庫、何でもだ。今回の目的地のほとんどは砂漠だ。視界は広く、隠れるところはあまりない。タックスコープをつけたアサルトライフル。さあ、今回はどんな解放をするのか。今日も10時までですか？
いかなく。あ、銃を持っている。あ、不良だ。反抗期だ。助けてあげてくださいよ。見てるだけ。親子喧嘩やめてください。どうしましょう。静かに。え、私は何もできない。母親は一体どこに。逃げた。オーバーロード誰でしょうか。まずオーバーロードが誰なのか。隊長だ、私が。いいか、今日から私が隊長だ。あ、方角迷彩起動しなかった。まさか。これは、ダウハだ。スナイパーライ。いや、自分の方が申し訳ないです。今の僕ですよ、探知されたの。違いますよ、光学迷彩つけずに突っ走ったから。戦車だ、戦車。こっちにジープがいる。探知だ。隊長だ。隊長は怖くない。まだ二人いる。三時方向。アップネットバーガー。さて、位置を移動。隊長に続け。またいたぞ。車のそばだ。欲しいですか。奴らの様子はわかるか。うん、左がいる。ターゲットは2つ。ターゲット2人。構えろ。センサー。準備よし。あ、またダンス。また敵がいる。この家悪そう。はい、え、ないか。もう一人いる。え、一人いる。木のそばだ。あ、いた。二つ。敵はあと三人いるぞ。真正面。構えてろ。いつでも。撃て。どうやら死体が見つかったようだ。ターゲット狙え。ジョーカー配置。センサーセット。了解。装填する。あれ市民だった、危なかった。ダウンした。よし、最後だ。エリア確保。おお、遅れてる私の方が。フラッグビーチ。あー、でかい煙
と見失うぞ。あの人混みの中に入ったら確実に見失う。オーバーロード、難民キャンプの衛星スキャン。あ、いた、あの人だ。了解した。いた。よし、処置に送る。オーバーロード。諸君、そこは一触即発の状態だ。人道的配慮もされていない。マカバの一団が牛耳っている。食料、水、医療品、物で支配できない相手は腕づくで脅している。これがターゲットだ。潜入したら奴を引きずり出し、積み荷まで案内させろ。いずれにしろマカバが全てを支配していると。全てはマカバだ。諸君の最優先事項だ。了解。向かいの到着予定時刻は？内通者はすでに許せん。諸君の到着を待っているはずだ。彼に注意を向けさせるな。彼はかなりの危険を犯した。ひどい。了解。集合場所へ向かいます。はい。なあ、まずいな。奴らを片付けよう。なら、徹底的にやる。奴らが射程距離に入ったら撃て。三つ、四つマーク。アンちゃん大丈夫かい？片付けるぞ。アンちゃん、俺にチョコレート。アンちゃん、車の中に逃げた。こっちだ。早く行かないと。さあ、ブーンですか。なるほど。この服装で目立つなって言われてもな。ここでは交戦規則を守ってほしい。キャンプでは注意を引かなければ敵を攻撃しない。本当だ。十分近づき一発で仕留めろ。複数の敵がいるときは狙いを定めて同時に倒せ。七不思議の一つ。人目につかずにいることだ。マカバがビビったらチャンスはなくなる。忘れるな、いいか。無駄にするな。無駄にしたことはありません。マグネティックビューアー。ああ。よし。センサーを遠くに投げろ。ライフル兵に、あの建物だ。敵の様子はおしゃべりしている。マグネティックビューアー。ターゲット2つ。構えろ。よし、じゃあ、あの3番を狙ってやる。えい。武器がある。移動する。あれは誰だ。敵だ。アサルトライフルを警告。た、あと2人。センサー投げてみましょう。いました、いました。あれ、これ違うかな。ターゲット3。これ親子かな。ただの発砲準備。
これ親子だ。赤いマークが出ないから。はい。うん。何もやってませんが。あの人は違う。裸だ、上半身が。もう一人来るぞ。真正面。遠くを見る分にはスナイパーライフルは便利かな。狙え。いや。そんなにホイホイ殺していいのかい。なんだと。ダメだ。杉田さん、そんなこと言っちゃダメだ。あ、銃を向けてしまった。本当にあの二人だけでしょうか。一般人に紛れた敵がいたりして。ナイフショット。オーバーロード。ドラム、うん。おお、おお、なんだこの人。マカバを発見。了解。本部まで尾行しろ。奴に気づかれるなよ。おとなしく武器まで案内しなければ尋問することになるかもしれない。了解。一人、ライフ。屋上にいる。殺しましょうか、自分が。じゃあお茶さんを殺します。こんなに人が。あの人悪い人。アサルトライフルの敵に急げ。見失うぞ。オッケーオッケー。目の前で血が。ああ、怖い。もう一人いる。あの指揮所のそばだ。あ、屋根の上に人が。あの人です。よし、ペッパー。ペッパー行くんだ。あ、ペッパー。やった。ターゲットは2つ。3つ。急げ、見失うぞ。マカオ。ここでマカオを摩擦という。バックだと。よし。バカバー。よし。この社長さん、社長さん、ん?社長さん。よし。お茶ファンについていけば。あ、しまった、やばい。
コンピューターを見習ったのに。コンピューターって不思議なことに見つからないんですよね。ターゲット2つ、2個目いいぞ、やった。送電する、移動。へい、へい、あとどれくらいだ。いや、どうでもいい。日本語、しかも。貢献した。望みのブスが来なければ取り消しできる。この世界では日本語が標準語なのかな。バカを言うな。いいですよね。身を下ろす準備は整ってる。飛行機をよこせば、あとはこっちでやる。オーバーロード。武器はまだ輸送中のようです。なぜ俺の仕事をそんなに知りたがる。近くに滑走路もある。カバーに入れるか検討する。ですね。マカバはどうします。なら他のパイロット。一番複雑だと。時間はない。じゃあ遅らせんじゃねえ。はいはい、ミスる。びっくりした。三つ目だ。ああ。四つだ。みんなさよなら。オッケー、ありがとうございました。私たちはあなたのことを忘れません。ああ危ないよ。じゃあスナイパーライフル使ってるんで4番いきます。準備よし、発砲準備。おお、フェイドアップと。よし、 OK、 準備 OK。 はい、準備よし。どこに敵がいるのか。いないみたいですね。敵を発見、ミーダー。一人、アサルトライフ。あった。気をつけろ、そっちに行くぞ。え？え？どこにいるんですか？一体。え？お前がオーバー、体調下手くそ。体調役立たず。大丈夫ですよ、今は。よし、いいぞ。ずさー、あれ衛星から届いた滑走路の様子を見ている。マカバの荷物はもう下ろした後のようだ。貨物機を見ればフライトプランが手に入ります。どこから来てどこに向かうか分かるかもしれません。よく気づいたな、コザク。ハンターのターゲットを変更します。貨物機のデータレコーダーを回収してきます。了解、急いで移動しろ。砂嵐が近づいている。乗員は砂嵐に襲われる前にパラシュートで逃げる気だ。了解。悪気はないが、これは急ぐことないんじゃないか。頼むよペッパー、付き合え。ほら長生きしたいんだ、だから急ぎたくない。俺も気に入らない。後でビールおごりますよペッパー。了解。さあ、
なんか透明人間が一人いる。離陸準備に入ってるようだ。急いで離陸を防ごう。飛行場を確保だ。ペッパーだ。正面に敵がいる。3人、アサルトライフルを持っているようだ。3つ、狙いをつけてる。いつでも発砲。あれ、みんな取られた。私が撃ってしまう。さあ移動する。ターゲット2つ。まだいいぞ。発砲準備。もう一人来るぞ。12時だ。こっちはいいぞ。準備よし。じゃあ。さあ見つかるぞ。装填だ。危なかった。殺しっぽこねっぽになった。止まるな。あの飛行機は長くは待ってくれない。長く待ってくださいよ。また敵がいる。前に二つだ。狙いをつけてる。準備 OK。 またいたぞ。飛行機のそばだ。エンジンがかかってる。え、飛行機？飛行機どこ？飛行機どこだ？あった。なんでスナイパーライフルで撃ってんだ俺は。飛行機落ちました。スナイパーライフルで、ああ、はい、最初から持ってます。愛用してます。砂嵐まで時間があるのか、あまりない。どこに行くんだろう。息切れしないっていうのが。走れない。いやあ、マグニティック。じゃあ船についてかり語りますよ。船について、やっぱり船の上で走ったりすると、いい筋トレみたいな感じになりますよね。砂浜で。欲しくない。人。あ、あの人だけですか。あれ、ターゲットのマークがつかない。あ、あ、ついた。狙いますよ。
あれすごい動く。なんだこれ。一応撃てるは撃てますね。やばい、トラックだ。あ、これ安定しないですね、全然。でも撃とうと思えば何発か撃ったら倒せそうな。あ、味方、やっぱすごい味方。あ、あれなんだろう。二人も殺してしまえ、みんな。仲間っていいな。誰だ。あら、かぶっちゃった。あれ誰だ、3番は。あ、はい。じゃあ、はい、行きましょう。あー、あれ味方の位置、2番がすごい、何も同時でいない。はい、見えにくいです。あ、ポケットが乗れないかな。乗りたいな。あ、びっくりした。市民だった。センサー。ああ、変なとこに行った。あんた誰だ、あんた何をしてる。面白い顔してるね、君。あ、君面白いか。あ、何してるんですか。おさん、頑張ってくださいよ。お、まだいますね。あ、サンセーっぽい。センサーっぽいと。あ、誰だ。市民か。死体が発見されてしまった。いや。私にもちょうだい。ここら辺。おお、スナイパーライフルで覗くと面白い。なんか、なんだろうこれ。
隊長としてお前らを説教してやる。早く行け。後ろから狙ってるぞお前のこと。おりゃいるかな。やばい。準備よし。あれ先に撃たれてしまった。弾薬補給。あれ降りれない。降りれた。あれを撃てばいいんだ。ああ怖い。これは見てはいけないものを見てしまった。隊長が突っ込んでやる。あれ、でもこっちになってる。隊長が見てきます。あーどっからか撃たれてる。やばい。助けてヘルプミー。お刺身。あ、いた。あんな車があるなんて知らなかった俺は。あ、やばい。なんていうことだ。隊長がヘボをした。俺は置いていけ。そんなことはいい。せめて最後にアイフルクマに会いたかった。ありがとう。ダメだ。死ぬ。死ぬれてんだから。フラッシュバーン。フラッシュバーン。何にも役に立たないけど。見てこよう。危ない。車埋まってますねこれ。あ、人が一人乗ってますね。なんか危な。フラッシュバーンちょっと投げましょう。ダメだ。まだ人いますよ。一人だけ。多分機関銃に乗って。これ中に乗ってる人か。あ、やっぱり動けてないんだこれきっと。戦車に乗ってる人がいるし。狙ってやる。
刺身。フラッシュバン投げてもこれはうまく倒せなさそうだ。動き出した、やばい、やり動き出した。本当に、なんだこのゲームは。あ、後ろが来てる。死んだ。ダメだこれ。応援部隊がいっぱい来てる、これは。あ、誰かが助けに来てる。ペッパーかな、これ。ペッパーだ。ペッパー。こういうとこ、ペッパー。一体どこにいればいいんだ、これ。あ、いた！やばいやばいやばい、そんなとこにいたらやばいやばい、死んじゃうって。グレネード投げられた。どこ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 だどこだどこだ、あいた。ペッパーが助けたよ。ペッパーなの。ダメだ、スナイパーライフルが通じない。戦死したようだ、彼は。彼はいいやつだった。120円返してもらってなかった。ああ、溢れてた。ですね。あれは多分バグですね。何かし。あれ、もう撃たれてる。誰ってだった？マシンガンだ、危ない、敵が増えるぞ。装填する、射撃されている。待ってろ、助けてる。敵の輸送車いけるなぁ、お前。フラッシュバンでも食らっとけ。ターゲットダウン。みんな怒ってるんだよ。攻撃、了解だ。足を打つという、この下道な戦法。あ、君さっき固まってた子じゃないの？あの子、迷惑かけたまに。誰だ、やばい、誰かに狙われてる。あの人か。え、なんかいろんな人に狙われて、また死んだ。ペッパー、ホットペッパーさん。あ、この人は落ちた。ダメだ、もう俺は死ねない。発見。だよ、また撃たれてる。だもん、死んだわ。体調は下手な。体調はもう死ぬようだ。あとは任せた。体調そこら辺で寝てます。
そっちから来るの？もう。ライフルの力を見せてやる。よし、これで車のゲージを減らす。どこにいるんだ。いた。あ、ヘリコプターが。あ、いつの間に味方。わお。おお、今度は5拍に4拍当たっているという。やった、ゲットしました。どうなんでしょうか。おお、すごい、なんだろう、燃えてきた、燃えてきた。これは初めてですね。これはヤギってきて、やめちゃいますか。今日はもう僕的にはもうこれも続きやってもいいぐらいです。 100点を取ってしまった。どうしましょうか。やめておきますか。どうしましょう、爆弾にしますか。爆弾にしますか。もう今日はちょっと10時ぐらいには。ですかね。多分できてると思います。じゃあゲームを終了します。スタートボタンを押したら、はい、お疲れ様でした。